この村松選手、ただ、まあ、今後ウォンジュンティン選手はこういったカットマンをぶつけられる可能性はまた当然高くなってきますから、そういうことですね。攻略しないといけないというのをまた今後研究していかないといけないと思いますね。というこの戦いは、まあ、結局はこの手前の村松がこの世界の、まあ、トップ選手といってもいいウォン・チュンティンを破ったという、まあ、バックブラセンといいますかね、はい、いかがでした。やっぱ1ゲーム目あっさりこう戸上が取ったので、もうこのままはやっぱり最後までこうこのレシーブ、まあ、この表のカットでのレシーブをさせてしまい、はい、戸上がこうそして最後が2ゲーム練習して、そのまま行くのかなというところからですね、はい、ものすごい粘り、思い切り、はい、確かにね、もう庭がそのまま押し切るかと思ったんですけれども、そこから村松がということで、まあ、逆に言えば庭選手が、まあ、一つ課題としてカット打ちがあるのかなというのをこう見せたような感じにもなってしまったんですが、はい、うん、まあ、最後本当に、まあ、打ち急いだというか、いや、この、本当にサービスレシーブ、その最後のポイントもそうですけども、あったんですよね、最後まで、はい、まあ、それをですね、まあ、もう一瞬のこの隙を突いてですね、ワンチャンスを逃さずに松平コンビのこのペアで2対0で第1マッチを取りました。第2マッチのシングルスは T リーグ1年ぶりの登場、村松優斗、そして木下マイスター東京は大島優也の一戦でした。 T リーグでは初めての顔合わせの試合となりました。この試合は今選手がちょっと焦ってきたところをしっかりこう逆に逆襲して狙い撃つということで、カットマンらしい勝ち方だったなっていうのを感じました。はい、まあ、カットで下回転かけながら攻撃に転じるときはフォアでバックで攻めました。ゲームカウント3対2で村松優斗が今シーズン初勝利を挙げています。ちょっと流れを変えたかったと思うんですけど、まあ、琉球にうまくやられたなっていう展開だと思います。第1マッチのダブルスはゲームカウント2対1で琉球が取りました。そして第2マッチのシングルスはカットマンの村松対レジェンド木下マジタ東京水谷の伊がこのゲームを取りました。マッチカウント2対2の同点になったビクトリーマッチシングルス1ゲーム、琉球はカットマンの村松ですけども、最後の方でやっぱり張本選手が底力出したなっていうところでしたね。はい、まあ、村松も攻撃に転じる場面もありましたが、さすが張本のプロ。マッチカウント3対0の後の第4マッチのシングルス、村松優斗対相田聡、カットマン同士の対決となりました。 T リーグのかこのタイミングで攻めてくるのとか、少しやっぱ戸惑いながら試合してた感じなので、相田選手なくなったのが良かったですね。はい、ゲームカウント2対1で琉球ペアを下しました。第2マッチのシングルスは琉球がカットマン村松、 TT 埼玉はキャプテン陣の登場でした。まあ、陣もここまで7連敗ということで、シングルスでもなかなか成績がついてこなかったですが、ただ村松にご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それでは、バイバイ。